加賀市はインターネット上の仮想空間で新たなサービスを開始しました。その名もウェブスリー化、市内での企業を支援します。このサービスは昨日加賀市内の発表会でお披露目されました。サービスを開始したウェブスリー化は、インターネット上の仮想空間にいる。企業に関する専門的な知識を持ったコンシェルジュが情報を提供するほか。会社設立まで支援します。 このサービスは市民のほかに市外に居住するウェブ上の市民として認定を受けた飯賀市民もサービスを受けることができます。この飯賀市民は市内の店舗や温泉施設などさまざまな場所で特典を受けられます。加賀市はウェブスリー化を通じて企業家を集め、関係人口増その先の移住・定住を狙います。 人口減少はもう全国的な勢いで凄まじい勢いで進んでます。まあ自動化、省力化、そしてまた仮想空間と使ったですね、えー、生産性を上げていく試みというのはもうこれはもう避けられないです。先取りをしながらあ我々としては早く構築していきたいなと。加賀市は2022年国のデジタル国家戦略特区の認定を受けていて。 仮想空間における海洋支援を含めた窓口の設置は自治体として全国初の取り組みです。